K4 カンパニー。コマスコンビでですね。おー、はいはいはい。おはようございます、小松翔平です。おはようございます、増本拓也です。この番組は若手声優4人が番組という名の会社を立ち上げ、ビッグな大企業にしていくサクセスストーリー番組です。ということで今回は僕ら、コマスコンビでですね、コマス元コンビで2人でお届けしていこうと思いますけども、前回までですね、増山浜チームが地方進出企画の西日本編をお届けしていたそうで、なんか聞いたところによると肉を食ってたんで、なんか食らしいですけど、なんかすごくいいのを食ったって聞きましたよ。めちゃくちゃいい肉だったらしいですよね。今回はですね、地方進出企画の東日本編を僕らでやっていくということですから、僕らは東日本チームで中部地方に決まったので料理します。今からわかりました。中部地方の食材を使ったアレンジ料理をしていくということで、この辺りにちょっと何を使うかっていうのはもう出てるんですけど、もうね、なんかものすごいインパクトですよ。ここにもちょっと並んでるんですよね、実は。めちゃくちゃ自宅感だけどね。これは中部地方のどこ産なの？今回作るのは新潟の B 級グルメ。 B 級グルメイタリアンということで、イタリアン新潟のイタリアンですよ。どういうこと？もう詳しくは知らないですけど、とにかく増本さんになんか作ってもらおうっていうことで僕ももちろん料理しますから一緒に。あ、ちょっと見といて。あんまり余計なことしないで。やりましたやりました。本当に割り当てられたのがあるんで。ああ、そうなの？これかな？またぎ汁って。またぎ汁。これが越後湯沢ってところで、なんかもう買ってきてくれたらしいんで。これを作ります僕が。じゃできてんの？できてんの？いやいやいや、これでも調理方法は、美味しい召し上がり方、別の容器に移し替えってことですかね。せめて温めてくれよ。ああ、温める温める、はいはいはい。じゃあ温めてくれるのね。別の容器に移し替えて温めます僕は。分かった、すげえ嬉しいわ。で、これもあるんですよ、名産の蜂蜜。はい、これがなんか魚沼産らしいですね。魚沼産コシヒカリではなく蜂蜜も名産らしいです。いやでもすごい、確かにめっちゃ綺麗、すごいいい蜂蜜っぽい。これをソーダと合わせて蜂蜜ソーダ割りを作るという。美味しそう。僕の方もしっかり料理をしていきます。さあ、それでは手洗いもし、はい、これもつけたんで始めていきましょうか。いきましょう。イタリアン調理スタート。はい。お願いします。まあでもこれ開けてくれないとね。そうですね。まずなんかまたぎ汁やっちゃいますよ。おお、いいよ。多分温めるのも結構時間かかるのかな。まずはなんかね、イタリアン、さっきレシピ見たら中華麺みたいなのよ。そう。イタリアンと言いながらなんか。ベースはなんか焼きそばみたいなね。やっぱりじゃあ本当にイタリアでできたとかじゃなくて、そりゃそうだね。新潟で、そう、新潟の人が作った料理ってことですね。あるね。なんか有名なお店あるみたいで、なんか300円から400円ぐらいでなんか一人前みたいなのが食べられるみたいな。なんかナポリタンとか聞いたことありますけど、イタリアンっていう料理を認識しなかったんで、ね、どういうものなのか仕掛けるか。なんかね、AI が喋ってるかもしれない。出た。でもこの IH とかわかんないんだよね。前もね、料理した時あれでしたけど、どうした？どうやって使うんだろう。嘘だろ。本気で言ってる？どうか。あ、これいいな。いや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 。いいな。小松の進化の過程が見れるから。どうか。本気で？いやいや、じゃあこれ俺んちのタイプと違うんですよ。こんなやつだったらキリキリって何が違うんだよ。ここに歯があるから。でもこうでしょ。こうか。やべえ、いいぞいいいいぞ。これが料理です。ちげえよ。そもそもスタート地点に立ってないよ。え？テコの原理を使うんだよ。テコ使いたいよね。テコ使いたいです。テコ使いたいよな。どうする？こうか。こう。あ、こうか。あ、こうじゃないですか。ああ、できた。合ってますよ。合ってる。あ、よかった。翔平が初めて。え、これで合ってます。うん。で、どっちに行く。怖いから。そう、あ、そう。いや、本気で、マジであげたことなかった。いや、ありますけど、この形はやっぱいや、これしかないでしょ。いや俺も数学の公式知らなくても問題解けるタイプだったんでまあでも確かに最初にしちゃうまく切れてるのシールちょっと出せばゆっくりね。すごい、ほんと早いな、リーチ。あ、これ換気扇。ああ、いいね、いいね。あ、いい。おー、いいんじゃないでしょうか。じゃああとやっといて。じゃあ麺を茹でます。中華麺投入します。よいしょ。これ2人前か。生タイプです。生タイプだね。へえ。で時間を2分。スタート。おお、開いたね。あらば蓋がやっぱ中に入ってしまう。うわ、そう、あ、あるあるだね。はいはい。ああ、ちょっとやらかしてますよ。ちょっと。申し訳。これは申し訳。早いなあ、H。すごいね。できた。お、これが。これがまたぎ汁です。これを入れればいいんですね。うんうん。はい。もうあつらえたかのようにちょうどいいね。すごいね。お。2分経ちました。はい、麺の茹で上がり。これ何のスプーンですか？それなんか蜂蜜じゃないですか？麺ちょっと湯切りたいな。洗えばなんとか。そんなに。じゃあちょっと麺を湯切ります。早いですね。いや2分。てか相打ちの火力がすげえ。はい。ドバッつってオッケーね。これだ。スタートこれか。もうまた技術できたみたいなもんですか。そうだろうな。いやー、ということで、僕の方の作業終わったんで次何するんですか？次はもやしとか炒める。あ、それをやってもらいながら、僕の方でうんちくタイムをですね、やっていこうかなと思うんですけども、学校のうんちくらしいですけど、学校？石川県の学校では出席番号があいうえお順ではなくて生年月日を基準に振り分けられるところが多い。なのでクラスメイトの誕生日はなんとなく把握しているという人が多かったそうです。千葉県などでも生年月日順のところあるようですが、全国的にも珍しい出席番号の決め方になっていると。へえ、あ、なるほどね。出席番号はまあ大体、うん、ああいう、そうですね。だから伊藤さんとかさ、安藤君とかが多分大体一番だったよね。僕大体9か14とか俺大体後ろから4番目ぐらいだった。まっすぐの方。ああ。キャベツともやしを炒めます。生年月日順はすごい確かに、うん、珍しいですね。俺じゃあもう結構上ですよ。4月14なんで。結構。じゃあ小松と松山は隣同士だったんだね。本当だ。同じ人どうするんだろう。ああ、同じあれなんじゃないの。まあそれまたあいうよう順だよね。結局あいうよう順だよ。結局そこはあいうよう順だよ。面と広島は。じゃあ俺の次に松山さんですね。はいはい。ああ、でも生麺でこれあれかも。なんか焼きそばみたいですね。焼きそばだっつの。焼きそばなの。ベースはだから焼きそばでしょ。醤油。焼きそばだ。うん。え？あ、そうですか。ウスターソース。ソース入れればやつ。うん。ウスターソース。あ、でももうこれでほぼだからベースは完成だよ。なるほど。もう焼きそばだから。すごい。豆知識もう一個いきましょう。あ、いいよ。全国的に有名なハンバーグレストランチェーン店の爽やか。あ、行った。静岡以外には出店してない上に通販なども行っていないため、静岡県に行かなければ食べられない絶品ハンバーグです。行ったことある？いや、ないんですよ。いやでも先輩声優がめちゃくちゃ好きっていうのを聞いているんで、肉好きで有名な方でその人が言ってるのをなんか見たことありますけど、なんか肉食いにわざわざそこまで行くっていう思考があんまなかったんで。あ、でもそうか、わざわざなんかプライベートでも行ったりとかしてたもんね。そうですよね、だから、まあ、行ってみたい気持ちはありますけど、本当。いやでも美味しかったよ本当に。なんかすごい肉のね、なんつうんだろう、なんか密度が違うというか。この爽やかですが、当時はコーヒーショップ爽やかという名前の喫茶店でした。1989年に店の名前を炭焼きレストラン爽やかに変更し、今に至るということで、もともとはコーヒーショップだったということらしいですね。ちょっととりあえずなんか。いやもうこんな感じ。まあだからそうこの上にかけるから。へえ。だから。あ、ちょっとトング取って。トング。こういうの開いて渡す人がやっぱり有能なんですね。まあね。まあちょっと思って。こいつの様子を見ない。でもめちゃくちゃうまそうだね。またぎ汁、はちみつのやつ作ります。百花蜜ってあれだよね、なんかいろんな花から取れるってやつね。へえ、なんかすげえザラザラしたなんか粉みたいなのが下に溜まってますね。砂糖の甘いやつが結晶化してんじゃない。これ一生開かないわこれ。この手袋だとね。本気で一生開かないですよね。あ、いたー。待って、あれスプーンの方。スプーンあれ使っちゃいました。ちょっと洗いますね。そっか、とりあえず使ったのかなこれを。じゃあこっちはミートソースいきますね。もうミートソースなんか結構出来合いのやつがあるんですけど、なんかそれにプラスなんか味を足すみたいな感じですわ。ミートソースまずドーン。ケチャップ、トマトピューレ、ドーン。え、俺に分量が指定されてないんですけど。いや、好きなだけ入れればいいでしょ。そういうもんですかね。で、またウスターソース、ドーン。あ、ごめんなさい、カメラが足んないね。2つやってるから。ごめんなさい。すいません、じゃあまず同時にやってしまいました。じゃあ、翔平の方。あ、美味しそう。やばい、止まらない。ちょっと待ってください。でもどんぐらいっていうか、もうでも単純ずつ入れたらもうなんか良さそうですよね。あ、でもなんかいい気がする。うん、てかめちゃくちゃうまそうだなこの色。確かにこれもう俺ソーダ入れたら完成です。もう入れちゃうの？ちょっと待って、じゃあもういきますね。砂糖、あ、さっきのやつに砂糖、おおで、ちょっとまあとろみというか、もうちょっとこう結構シャバシャバしていいのかな。なんかこれだけ水入れろって。あ、そうなんですね、うん、結構しゃばらないこれ。変わりますね。ちょっと半分ぐらいにしようかうん、なんか怖い。コーン後乗せ書いてありますけど入れちゃいます。あ、そうなんですか。そんな許されるんですね、そんな。なんか俺もコーンあったかい方がいいなと思って。もうお時間だそうですよ。やばい。ソース作ってる途中ですけど。ちょっと待って、まあまた。まあでももうすぐ完成だからいいんじゃない？そうですね。でもまあ次回にまたあげましょうか。またあげ汁だけに。いやそれではここで K4 カンパニーからのお知らせです。 K4 カンパニー ザ・ムービーあの日の段ボール映画 DVD& ブルーレイが好評予約受付中です。詳細は公式オンラインショップ2次ストアをチェックしてくださいね。俺が混ぜる予定だったのにお別れの時間です。ここまでのお相手は小松翔平と松本拓也でした。今回は新潟県の方言でお別れしますということで、せーの、お疲れだったねー。パタンとできましたよ。うん。ニジスタチャンネル登録よろしくお願いします。